バクイケ表紙も沸騰のラウールは27時間テレビのアイコンにスノーマン×ダンスがコア視聴率急上昇の最強のお茶の間コンテンツにスノーマンのラウール21が表紙を飾る7月23日発売の669月号特別版講談社の表紙が解禁され多くのファンが沸騰しているの公式 x 旧ツイッターでは トップアイドルパリコレのランウェイを歩くモデル主演俳優と活躍が止まらないファンタジスタの初ソロ表紙が実現。というコメントと共に表紙画像を公開。ファンからは。マジか。最高レベルのラウールくん来た。予約済みです。本当に爆美術。内容も盛りだくさんで予約しておいてよかった。 最高の表紙をありがとうございます。まさしくミューズです。と歓喜の声が殺到した。そんなラウールさん用するスノーマンは人気と実力、CD 売り上げ、コンサートイ員数でスタートエンターテイメントを牽引。メンバーそれぞれも映画、ドラマ、バラエティ番組、CM にも引っ張りだこ。ラウールさんの主演映画、 赤葉骨子のボディガードの公開も8月2日に迫っています。そんな中、スノーマン×ダンスは今やバラエティ界において最強のコンテンツになりつつありますよね。制作会社関係者。結成時からアクロバティックなダンスを得意としていたスノーマン。旧ジャニーズ JR 時代にもダンスは JR の中で随一と言われ。 CD デビュー後の今も一糸乱れぬシンクロダンスなど、かたびたび話題を呼ぶ。そんなスノーマンの看板組、それスノーマンにやらせてください。TBS 系内の企画、ダンスの勘コピレボリューションが大人気を博している。同企画は誰もが一度は見たことがある有名曲の振り付けを3分間で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競うというもの。 7月12日のソレスの2時間半 SP でもダンスの間コピレボリューションの第6弾が放送され、スノアン3代目ジオブラザーズ、元 AKB48 メンバーが3つともえ対決を繰り広げた。現在、テレビ各局は13から49歳のコア視聴率を重視しているが、7月12日のソレスののコア視聴率は4.5%ビデオリサーチ調べ。 関東地区と同時間対談突のトップだったという。毎週のように同時間帯トップになるわけではないのですが、ダンス企画の時には数字が爆上がりするんです。前室の制作会社関係者、ソレスのの企画では、ラウールと10歳のキッズダンサーほなつちゃんがダンス大会で世界一を目指すドキュメントも注目を集めている。5月10日の番組では、 世界中から約6万人が参加するダンス大会での世界一を目指し、アメリカで行われる本戦への出場権獲得のため、日本予選に臨む模様を放送。二人が出場したのは、世界57カ国で予選会が行われるストリートダンスの、世界大会ワールドヒップホップダンスチャンピオンシップ2024。年齢制限のないミニクルー部門に出場するため、 もう一人のメンバーにほなつちゃんの姉でチームで世界一を獲得した経験のあるゆいな、ちゃんを加えてチームを結成。三人は最高のパフォーマンスを見せ、見事に一位を獲得。8月にアメリカで開催される本戦への出場を決めた。それすのだけではありません。7月20日と21日に放送される FNS27 時間テレビ。 フジテレビ系の目玉企画、鍵ダンススタジアムでは、ラウールさんが応援サポーターに就任。フジテレビもダンスといえば、スノーマンという考えからラウールさんを起用したんでしょうね。全道鍵ダンススタジアムは、新しい鍵、フジテレビ系。メンバーと全国の高校生がオリジナルダンスでナンバーワンを目指すという企画で、7月21日午後6時50分頃から、27時間テレビ。 のクライマックスとも言える時間に放送される。応援サポーターに就任したラウールは、一夜限りの高校生ダンサーたちによる熱い戦いということで、ものすごく楽しみにしています、とコメントを寄せている。また、7月13日の音楽の日、TBSK で、垣根は越えた。今度はバトルだ、をテーマに掲げたダンス企画が放送され、メンバーの佐久間大輔 3二が一音一ダンスバトルに登場。いきなり即中を決めた佐久間は得意のオタ芸を盛り込み、アクロバティックなダンスで会場を沸かせた。ダンスだけで見れば、スノーマン以外にもうまいグループは多々あります。しかし、ダンスをエンターテインメントに昇華してバラエティ番組で見せる、視聴者に楽しんでもらえるコンテンツにするなら、スノーマンが今最も適任。 とテレビマンからも見られているんでしょうね。B、ファーストのプロデュースを手掛けるスカイハイさん3、7主導のダンスプロジェクト、D。UNK も日本テレビ系放送されていますが、こちらはガチ感が強め。一方、ソレスノのダンス企画は、他の人気グループや人気タレントとの対決をしたりと、敷居を低くして面白く見せてくれる。 お茶の豆戦で楽しむことができるんです。結果、ダンス経験者でなくても見てみたくなりますし、ダンスは面白いや自分もやってみたいとなる子供たちも少なくない。うまいというだけにとどまることなく、ダンスの素晴らしさ、面白さをわかりやすく発信しているのがスノーマンで、テレビでのダンス企画といえば、スノーマンという認識は定着しつつある。 彼らはそのアイコン的な存在になっていますよね。前室の制作会社関係者。コア視聴率爆上がりのソレスノ、そしてフジテレビの27時間テレビを成功に導いた暁には、スノーマンメンバーは今以上にダンス企画に引っ張りだこになりそうだ。66の表紙を飾ったラウールのビジュアルに、本当に爆ビジュ。内容も盛りだくさんで予約しておいてよかった。 最高の表紙をありがとうございます。まさしくミューズです。などの絶賛コメントが多数寄せられている。